皆さんこんにちは、私は、ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日はゲストにフリージャーナリストの斉藤隆夫さんに来ていただいています。よろしくお願いします、はい、斉藤です。前回は監視社会化の問題をですね、はい、非常に詳しくですね、はい、ご専門でもあるということで聞かせていただきましたが、はい、今日はですね、参議院選も控えていますけれども、改憲問題を中心にですね、はい、お聞きできればと思っています、はい、斉藤さんの著作の中にも改憲潮流とかですね、安倍改憲政権の正体ですか、はい、そういう本など何冊か改憲というか憲法改に関わるですね、はい、問題書かれた本がありますけれども、今の状況どういうところまで来てるんですかね。改憲の流れが今徐々にっていうか一挙に来そうな雰囲気もあるんですか。ありますか。憲法が変わろうが変わる前が、現状かなり危機的状況だと思ってますけども、それでも憲法っていうのは最後の歯止めではあり続けてきたと思うんですね。でもその最後の歯止めが、このままいくと本当に、なくなりそうな、かなり瀬戸際の状況だと思ってます。そうですね、はい、安保法制でかなりの部分がもうですね形骸化しているとは言われながらも、最後の一線はやはりですね、憲法があるがために超えられないと、守られているというところですよね、ただこのまま参議院選でですね、去年の総選挙でも自公プラス維新などが大躍進をし、今回参議院選でもですね、さらにそのような状況になれば、改憲勢力が5分の4を衆参両院で占めて、一挙に改憲に走っていくという懸念があるんですが、どうですか。永田町だとか霞が関だとか、いろんなところで、マスコミの人だとかいろいろ聞いてみると、今度の参院選は、自民の圧勝だろうと、そういう予測多いですね。立憲民主党が、落ちてかなりね、かなり衰退し衰弱して、代わりに野党第一党は維新になるんじゃないかと、こういう見立てが支配的ですよね、で、それを否定できる材料は私にはない。残念ながらですね、残念ながらない。でやっぱりそれは単にこう政局の見立てというその専門家のとかね、そっちに近い人たちの意見だけではなく、各種世論調査によってもやっぱりこのウクライナの問題が相当影響していて、見てますね、防衛力増強はやむなしというか当然だという考える人が6割ぐらいだとか、憲法改正すべきだとかいう人がやっぱり5割6割過半数を占めるという調査が多いですよね、ただその憲法改正すべしというのは必ずしも9条のことばっかりを言ってるわけではないので、それをもって即9条改憲がの支持が高いと言い切ることはできませんけれども、でも現実にこの状況で憲法改正の発議ということになれば、それはやっぱり9条改憲や緊急事態条項の創設ということになるので、かなり危ういかなと思ってます。そもそもこう、日本国憲法、とりわけ9条に注目して平和憲法と言われますが、日本国憲法はその9条以外の条項でも非常に先駆的なですね、優れた内容があると思われますけども、そこら辺についてはどういうふうに見てますか。日本国憲法そのものの、基本的に人権の尊重だとか、国民主権だとか、そういう、あるべきというのを言い切るのもあれですけれども、少なくとも当時もまた今日に至っても重要だと思われる価値観がしっかり明記されていると、で、どこまでその通りに来たかということは置いといて、そうありたいという、国としての目標を示せてきたということは極めて意義があったことだと思いますね。そうですよね。憲法9条を本当にそのまま正直に解釈すれば、今ある自衛隊もですね、日米安保条約による米軍駐留も本来ならば憲法違反という見方もですね、評価もできると思うんですけどもね。
そうですね、はい、ただ現実にはそもそもがやっぱり日米安保条約とのセットという側面を否定できないから、うん、まあ、だからその保守派が言うような、米戦勝国による武装解除だという点はそれはその通りでしょうね、うん、でだけどその朝鮮戦争を機に、警察予備隊ができる保安隊になり自衛隊になって事実上の軍事力になっていったということですけれども、大事なのはまあそういうややこしい歴史はあるけれども、あのその条文を素直に読む限り軍事力を持ってもいけないんだと。そうです。だからその自衛隊違憲論というのが成立できる余地がある。だからまあ憲法学の先生たちが絶えずそう言い続けてきてるわけですよね、うん、判決でも自衛隊権は長沼判決第一審はそうでしたよね、そうでしたね。でもそれは結局政治的にひっくり返すわけですから、 その、理論上はあってはいけないわけですよね。官報は砂川事件の時の伊達判決、はい、米軍駐留違憲のね、あれも出てはいるんですね。だから理屈の上でそうなるということは意味があることだと思うんですね、うん、ただ上に行ってひっくり返す、そうそう、だからあくまでも政治的にひっくり返されるんだけども、うん、理論的には憲法学者が言うことが正しいと、うんうん、そこのところのせめぎ合いでもって、まあ、これも何らかの形の歯止めにはなってきたという、うん、だからそれをどうせ実際には政治的にひっくり返すんだから、でそのそもそもの憲法そのものをその政治に合わせて変えてしまうということになれば、うんうん、全て政府がやることが正当化されるですよ、ね、政府がやるというよりは米アメリカが求めることが正しいということになってしまうので、うん、簡単に変えてはならないと思います、うん、諸外国から見れば日本の自衛隊の存在っていうのはジャパニーズアーミー日本軍ですから、実力的にもですね、予算的にも世界の10本指どころか5本、今9位ですかね、ただ予算は 5位以内だった時もありますし、はいはい、今 GDP2% へっていう声も出てますが、はい、そうなるともう完全に 5本指の中に、また5本どころか3番になるんです。あ、3番目になるんですか。で 今約5兆円弱なんですね、軍事費が、はい、でこれあの GDP の 1% の枠でそうなってますから、うん、これ倍にするって話ですから、はいはい、そうなると11兆円になるんですって。ああ、そうか。そうすると米中に次ぐ第3位、そこまでなるんですね。本当はその 3位がロシアとかインドがあったんですけど、うん、そういうのも一気に抜くと、そのまでの間にドイツとかイギリスとかフランスもあるんだけど、これも全部抜くんですね、うん、それを憲法を変えないままでやろうと今してるんですよね。そうそうそう、だからその平和憲法と言いながら世界第3位の軍事大国になるというもう笑いですね、それはね。いや、非常にそこも大問題で、日本っていうのは民主主義国家と言いながらね、法の根本の支配がされてないんじゃないかというふうな疑問につながりますよね。まあ、そうですね、うん、ま、だから本当にそのバイデンが言うような専制主義対民主主義っていう構造、うん、構図そのものがにもうちょっと疑問を感じるべきだと思いますけど。そうなんですね。だから単なる覇権争いですよね、うんうん、でよくですね、アメリカ日本などが自由で開かれたアジア太平洋という場合でも同じ共通の価値観って言うんですけれども、はい、まあ、資本主義体制であるということは一緒であってもですね、はい、平和に対するこう価値観とか関わり方は僕はアメリカと日本はある意味真逆であったと思うんですね、うん、平和憲法の精神と実際のアメリカのね、はい、あり方、それを同じだという言い方をするということは、その元々かなり似て非なるものを日本が国を変えてですね、アメリカに近づいていくことで一緒になるという、そういうイメージでしかないんですよね。そうですね。だから専守防衛も今まではそうであったかもしれないけれども、これからは外にも出ていくぞと、集団的自衛権も自由に行使できるようになるぞと、となれば中東イランとかですね、そこに自衛隊が行ってその戦闘の第一線に関わるということも不可能ではなくなるということで、うん、だからそもそもその専守防衛って言葉の意味もいつの間にか変えられてきてますよね、はい、だから普通専守防衛といい自衛といい、
平和といい、まあ、そういう言葉の一般的なイメージというのは、うん、とにかく外に出ては戦争はしないと、うん、あくまでもその日本列島が、侵略された場合、うん、その日本列島に住む人間の国民の、生命や財産を守るために、うん、抵抗するというのが専守防衛という普通のイメージだとすれば、でも今は例えばその、普遍的な価値を共有する日米両国みたいな言い方をする場合っていうのは、つまりそのアメリカの覇権を犯す者に対しては許さないことが専守防衛と、あ、そうですね、こういうふうに完全になってますね。前からそういう傾向はあったんだけど、うんうん、第二次安倍政権で決定的になりましたね。あ、その捉え方は本当当たってると思います。僕はやっぱ日本の大きな岐路は90年代前半、まあ、冷戦終結した後の、あの時期で、国内的にはあれ政治改革が言われ小選挙区制にこう矮小化されますし、はい、国際貢献という言葉もですね、はい、対米的な軍事貢献イコール国際貢献にさせられて、まあ、あの国連平和協力法などができて、海外派兵っていいますか、派遣っていいますか、それができるようになったと。一度もそれまで一度も海外に自衛隊が出ることがなかったのが出るようになったと、そしてアフガニスタン、イラクでは後方支援活動という名の事実上の集団的自衛権の行使の一環もですね、一部もなされてきて、その憲法などが変えられる前に、安保法制ができる前に既成事実としてですね、一歩も踏み出していたと。憲法違反だと思うんですが、はい、それがもう既成事実として行われてきたということがあると思いますよね。で、安保法制ができ、まあ、その前に有事法制とかも全部できてますけれども、救助がなくてもできることがですね、かなり広がってきてると言われながらも、はい、さらにこれから会見で救助をやはり一番変えようとしているのは、今の救助がある限りやはりできないことは残されているということですよね。そうですね。だから難しいのは、まあ、その今、うん、多くの人がその救助会見やむなしとか、はい、軍事費増強をやむなしと言ってるのは、そのウクライナがロシアに攻め込まれたように、うん、まあ、これから中国にやられるんじゃないかという、うんうん、まあ、不安があるからなんですけれど、なんだと、まあ、考えられるわけですけれども、うん、その本当にじゃあ今自民党が進めてる、自民党や政府が進めてる軍事力軍拡だとか、はい、日米同盟の進化というのが日本の防衛のためだけのものなのかといったら、これは全然違うわけですよね。あくまでもその、経済成長が大きく進み、2030年かあるいはそれ以前に GDP でアメリカを抜いて世界一の経済大国になると見られている中国の派遣拡大に対してアメリカが、そうは差しと食い止める、 その日本はどこまでも防波堤、防波堤であり最前線基地としての役割を負わされようとしていると。本当そうですね。だそれがまあすなわち日本防衛につながる部分がないとは言わないけれども、うん、日本防衛のためだけであればここでやめとけばいいという話が、うん、そうじゃなくてアメリカの覇権が侵されることを許さないための日本が前線基地であれば、うん、そうではなくてもっとやると、うん、いうことになっていきかねないので、うん、まあ、今よく中曽根さんの時にね、はい、不沈空母なんていう話がありましたけども、うん、まあ、これからは不沈空母だけではなくて、うん、まあ、傭兵にされる可能性が高いということでしょうね。今の性格だと思います。傭兵的な役割をね、させられるという。1949年ですから中華人民共和国ができた年ですけれども、うんうんうん、アメリカの中国学者のオーエン・ラティモアっていう人が、うんうん、アジアの情勢って本の中で、うん、今度の戦争だ、太平洋戦争でもってアメリカは、大きく2つの日本という2つのメリットを手に入れたと、うん、1つは大工業地域を手に入れたと、うんうん、もう一つはグルカ兵を手に入れたんだと。グルカ兵、あの傭兵で使われてる、ね、ネパールの山岳、ね、山岳民族ですね、はい、イギリスの傭兵だった、はい、日本人はあれになるんだと、はい、いずれ
で、これはその後赤狩りで捕まる人ですから、うんうん、要するに中国寄りでもあるんで、うんうんうん、そっちサイドの見立て、いずれそれが中国にとって邪魔になるという捉え方だったんでしょうけども、うんうん、まあ、この予言はこれから当たっていってしまうんではないかというのを恐れますね、うん、僕は90年代の時に野党の側からですね、自衛隊改組論っていうのが出てて、例えば3分割にしてですね、3分の1はもう自衛隊辞めて、はい、3分の1は国際平和部隊じゃないですけれども、まあ、人道支援、医療も含めた形でやって、あとの3分の1はその自衛隊、軍事力ではないこう地域国境警備隊プラス海上保安庁は残しながら、海上自衛隊はやめで航空保安庁的なものを作って、最小限の準軍事組織かもしれないけれども、その軍事力とは言えない程度まで した形でやると。そして国連平和活動であろうが、どんな場合でも海外に派兵したり派遣したりはしないと、そういうふうな選択肢もですね、あの時議論はされたとは思うんですが、うん、まあ、残念ながらですね、そういった議論が現実に選択されることはなかったと。で、僕は今でもその方向性を取るべきだと思ってるんですけれども、斉藤さんなんかはどういうふうに、まあ、僕はその自衛隊の組織そのものをいじる以前に、うん、はい、やっぱりその日本の外交の在り方を根本から考え直すべきだと思います。と、うんうん、いうのは独自のものが基本的に何もない、うんうん、全てアメリカの、別動隊でしかない、はい、で、まあ、細かいことを見れば違うところもあるでしょうけども、うんうん、少なくとも、世界からはそうとしか見られていないと、うんうん、で、だから今度 その軍拡にしてもね、はい、日本が中国を恐れるんだからそれは仕方ないじゃないかと、うん、いうふうにみんな見てくれるとは考えられないんですね、はいはい、結局アメリカが、覇権を拡大したいから、うん、でそのためには中国との対立も対決も辞さないから、うん、日本がその片棒を担いでるというふうにしか見られないだろうと、うん、だそうではなくて、まあ、将来的にはね、はい、私は日米安保そのものも破棄できれば一番いいとは思いますけれども、はい、そう簡単にできることではないのは分かりきっているので、うん、あるとしても日本独自の対中国外交というのがなくてはいけない、うん、まあ、今度はそのロシアのによるウクライナ侵攻がきっかけだけども、うん、まあ、具体的に恐れられているのは中国ですよね、うん、日本では、うん、だそうではなくて、ここは木村先生の意見もぜひ聞きたいところなんだけど、はいはい、木村さんで、はいはい、かつてのフィンランド化って言葉がありましたよね。 ありましたよね。で、まあ、あれの詳細を知らないから、うんうん、具体的にあんまりはっきりしたことは言えませんけど、うんうん、要するにソ連の脅威に絶えずさらされているフィンランドが、ね、まあ、見過ぎよすぎというかね、うん、とにかく生き残るために、うんうん、ソ連にすり寄るような、ね、すり寄るような対応を取ったと、うん、まあ、だから主に西側のタカ派がバカにして言ったわけですよね。で、中曽根さんなんかも首相の頃に要するに防衛力増強を怠るとフィンランドのようにいつもソ連の顔色を伺う情けない国になってしまうと言って、はい、フィンランド大使館にすごい怒られたってことがありましたけどもあれをね参考にしなきゃいけないんじゃないかと、うんうん、つまりフィンランドが当時そうであったように、うんうん、日本もなんせ中国の隣ですから、はい、そこの脅威に常にさらされるのは日本ですから、うん、中国が脅威じゃないとは思いませんから、さらされるんだからそれはとにかく上手にやると、うん、ひたすらこうなんだかんだって毅然としろとかね、うん、そういう一対一の喧嘩ならいいですよ、うん、それで喧嘩して負けてもそいつはそれこそ自己責任だけど、うん、こんなアメリカのために毅然としてね、うんうん、やられてたらバカみたいじゃないですか。いや本当にそう思います。だから独自に、まあ、もう譲ってもいいとこは譲ると、うんうん、顔色を伺うと言われてもいいと、うん、そういうで、まあ、そこまではっきり言わなくても、うん、多くの人がその軍事力強化より外交だっていうのは要するにそういう話でしょ。そうですね。
だからそれを小国の生きる知恵と言いますかね。そうそうそう、いやバルカン外交という言い方もありましたけど、僕は旧ユーゴスラビアが元々の専門でですね、ユーゴスラビアは、まあ、かつてはもちろん社会主義でソ連圏だったんですが、そこを抜け出てですね、独自の自主管理社会主義をやるとともに、冷戦状況のソ連ブロックにもアメリカブロックにも入らない非同盟、中立のグループのリーダーになったわけですよね。で僕は小国でその大国に挟まれながらですね、平和を維持するためには非常に賢明なですね、政策であったと思いますし、日本もそうなるべきだというのが基本的な発想なんですね。だから安保条約についても、まあ即時廃棄は難しいと言いながらも、段階的廃棄縮小撤退をですね求めていくべきであり、そのための知恵として有事中流論やですね、常時中流なき安保論もあるということで、今どこの政党も共産党も含めて日米安保条約を廃棄しようとかですね、そういう動きはほとんど見られませんし、地位協定の改定さえ全面的に出すことが今できないような状況 で、鳩山幸夫元総理などが言われているのは、外国軍に占領って言ったらあれですけど、駐留を戦後ですね77年も続けて、あと23年もしたら100年で、これ100年200年ずっと続けるのかと、それで独立国家と言えるのかと、それを疑問に思わないこと自体がおかしいんだと思うのですね。やっぱそういう方向に舵を取るべきだと。アメリカ依存から出したら中国依存になるという話ではなくですね、どちらに対しても自立した外交的な立場を僕は取れると思うんですよ。そういう方向に行くしか日本の生きる道はないと。で、冷戦時代まではですね、保守的な政党政治家も、まあ、非常に賢明であった部分っていうのはですね、中国との戦争に自動参戦するという言質を取らせてなかったんですね。ところが90年代の日米安保再定義以降の見直しの中で、完全にですね自動参戦システムといいますか、台湾有事は日本有事だというようなね、安倍さんの発言がありましたけれど、ああいうことは全くその80年代の後半まではですねありえなかったはずなんですね。中国の問題は中国の問題でありですね、まあアメリカもその台湾の問題に軍事力で介入するとは言ってなかったわけです。一つの中国であったわけです。ところが今台湾有事が いつ起きてもおかしくないような状況の中で、アメリカが参戦するならば自動的に日本もですね拒否権なく参戦させられるというシステムがもう全部出来上がっているということなんですね。でもそのもう一方でですね、当時アメリカは日米同盟が破綻するとしたら米中がやった時に日本をついてくるのかと、基地だけを貸すだけではダメだというのもあったんですけど、それはアメリカ側の日本に対する不信だったんですが、日本が今も基本的にある不信っていうか不安は核の傘と言いますよね、はい、日本は核を持ってないと、で核保有大国に挟まれていて脅威を受けていると、でそれから抑止力をですねアメリカの核の傘によって守られるっていう抑止力で、日米安保の意義もそこにもあるんだっていう言い方をしてるんですが、核の傘っていうのは本当に機能するのかと、日本が核で何か襲われた時にね、アメリカが自国本土が核攻撃受けることを覚悟しながら核で報復するということが実際にあり得るのかと、アメリカの世論がそれを許すわけもなく、アメリカの政府高官は日本向けにはそういうことを言ってるわけです、拡大抑止を守ると。ところがアメリカ国民にはそういう説明をしていないという発言がただ漏れ聞くということでですね、僕は現実に核の傘っていうのは全く機能しないと思ってます。だからそこら辺の問題も含めてですね、今いろんな問題が出てきていて、安倍さんの核の共有発言というのも飛び出しましたよね、はい、それはちょうどそのいわば自前で核を持つのと今の現状との中間を言ってるつもりなんでしょう、はい、ですよね、核武装論者ですからね、日本にあれどういう形であれ ばその核の傘らしきものが作れるんじゃないかという発想でしょうけど、でも実際それは仮にやってもアメリカのゴーサインがなければ撃てないわけですから、うん、結局現状とそう変わるわけじゃないと。そうなんですね。
いうことですね。いやでもですね、悪いような現状変更になると思うのは、核の共有といってもですね、実質は全てアメリカがコントロールする状況に置かれると、ところが例えば中距離ミサイル配備がこれからですね、アメリカが日本などを舞台に広げようとしているわけですが、そこに核がもし持ち込まれるならばですね、核の共有と言いながらですね、自衛隊が中国に核ミサイルを撃ち込むという形が出てきて、 そうですね、うん、その報復は日本だけになされると、うん、アメリカに対してはですね、グアム、ハワイなども含めて、ましてやそのワシントンとかね、ニューヨークなどには一切そういう危険性はない形でですね、なされる可能性さえあると。あるし、言い悪いを別にすれば、はい、それは中国は当然の判断でしょうね。そうですね。だって第三次世界大戦になっちゃいますから。なりますしね。日本だけやってる分にはそうならないわけで。そうなんです。だからそういう一触即発になったら、在日米軍は全部ハワイまでですね、引き上げるというふうな計画というか、それもあるということなんですね。だから安保だ同盟だと言いながら常に切り捨てられる恐れがある。そうなんですよ。だから余計に常にすり寄るわけでしょ、うん、だから最終的には3つの選択肢かなと思うんですよ、はい、1つは今のような形でどこまでもアメリカの使いっ走りで、うん、戦争になった場合に真っ先にやられる立場を維持する、はいはい、もう1つはさっき言ったように、まあ、安保はとりあえず縮小の方向に心がけつつ、うんうん、中国に対してフィンランドに学んだような、うん、弱腰とは言われても、ね、上手な外交を心がける、はい、でもう一つはもしかしたら最も安全なのは完全にアメリカになるよくだから例え話とね、だろう51番目の州になるわけです。そう、だからそれをこう冗談とかレトリックでなく併合していただく、うんうん、そうすれば日本列島が攻撃されるということはアメリカが攻撃されることとイコール完全なイコールになるので、うんうん、簡単にはやられないだろうと、うんうん、だから安倍さんとか今の、やり方を進めていくと最終的にはそれになるんじゃないかなと正直思ってますね。まあ、でも僕はアメリカが日本を51番目の州で認めるとは決してないと思いますよ。その可能性はほとんど。それはなぜ？なぜ？まあ人種的に違うという部分も大きいと思いますし、そのアメリカが日本に内側からですね乗っ取られる可能性、例えば日系アメリカ人がですね大統領になる、そういう可能性も出てくることを拒絶するというふうなですね、そういうものも含めてそうだと思います。そうかな。でもどこまでも差別する相手として見とけばいいんじゃないですか。まあまあ、でも日本人の底力に脅威を感じている部分はあるというのはよく聞くんですね。よく言うけど、そうですね、例えば原爆投下の恨みを日本人は決して忘れていないと、だから日本の核武装を一番恐れているというふうな言い方もされますよね。理論ですか、うん、それは未だにどこかにアメリカ人の心の中にあるんだと。それは原爆投下に対する罪の意識もある反動でもあるというふうな解釈がですね、うん、なされると。ただまあこの問題はなかなか実証はできませんのでね、まあね、はい、水かけ論にもなりますけれどもね。だからその手の話になると僕は本当に悲しいぐらいに自虐的になっちゃうんだけど、うん、恐れてなんてとてももらってないと思うんだけど、まあまあ一部だと思いますね、うん、確かに。だからここまで舐められきってるっていうのが本当は一番嫌ですね、うんうん、いやでもですね、例えば経済的な潜在力もね、80年代後半から90年代の日本の質、経済の質は事実上世界ナンバーワンだったと思うんですよ。もちろん規模とか人口がね少ないかったので世界のトップにはなっていませんでしたけれども、戦争で負けた国がですねそこまで復興してくるということはですね、
ある意味脅威に、まあ、もちろんドイツもですねかなりの発展してますけれど、それを与えていたと思いますし、日本の発明発見のすごい部分があったものはいろんな形で潰されたりですね生まれてきたという経緯もいろいろあると言われてますもんね、はいはいはい、でこの30年間なぜ日本が、日本だけがと言ってもいいぐらいその先進国20カ国の中で停滞しているのか、その理由もいろいろ言われているんですけれども、はい、まあ、決定的な説明が誰もが納得するような説明はされてないとは思いますが、もちろん日本自身のですね問題点ですね、その日本はそれなりの市場がありますから、その海外市場で生きに行くためのその努力がですね怠っていたとかいう説明も説得それなくあるんですが、それ以上に僕はやはりですね国際的な金融ルールとかが変えられて、はい、リスク規制とか、ね、そうですね、だから日本の一番こう経済の強いところをね全て一つ一つですね奪われてきたという、これはオリンピックとかスポーツ競技でもですね日本の強すぎるスポーツですね、まあ、柔道もそうでしたしジャンプ競技もそうなんですけど、全部ルールが変えられたわけです、うん、もうジャンプ競技なんか一切勝てなくなってたんです。ところがそれでも工夫して今またですね男女とも頑張り始めてはいますけれども、あの時期はだからちょうどそのバブルでもって、はい、日本経済がいわば一種の頂点になった時に、はい、まあだからロックフェラーのねビル買収しちゃったり、そうです、ね、あの辺で完全に怒りを買ったんでしょうね。いやそれはもう絶対そうです。こう報復モードに入って、ことごとくジャパンアーズナンバーワンとねもてはやされたのもその気になってね、はい、だそれまではそのジャパンアーズナンバーワンも70年代の後半ですけども、あそうか言われたのそうか、もともとがだから、要するにその共産圏に対する防波堤として日本経済をでかくするっていうのはアメリカのおかげででかくなったわけでしょ、まあ、その部分はあると思います。で朝鮮戦争がありベトナム戦争があり、うん、でもってだから分不相応というか、うんうん、本来の力以上のものすごい成長を遂げたと、うんうん、これが何よりあるんで、だからその、その90年代以降はそれが反転して、うんうん、ましてやその、漁夫の利を得る戦争もないから、うんうん、こうなっちゃったと、うん、ただ本当に異常だと思うのは、日本はこの30年間で国民所得1人当たりのものは 92% っていうか成長よりかマイナスなんですね、うん、アメリカでも 1.5 倍、韓国でも2倍、中国はもう何十倍か何百倍か知りませんけど、うん、この30年間で伸びてるんですけども、その停滞の原因は何かというのをね、まあ細かいことは分かんないけど、まあ大きく言えばそのやっぱりそのアメリカによる報復、そのルールが変えられていったことってのは非常に大きいでしょうね。私もそう思いますね。大きいのと、あと国内的にはやっぱり消費税の影響なんてのは相当あるんじゃないかな。うん、まあここであんまり消費税のこと詳しく言いませんけど、消費税もねいっぱい本も書かれてますよね。要するに今は年間収入年商1000万円以下、うんうん、以上、当時は3000万円以上が課税事業者だったんですね、うん、そうすると、何かビジネスを起こしても、はい、1000万超える3000万超えると、うん、もうすごい重税になっちゃうんですよ、はい、でインフレの時はお客さんに価格税金分を転嫁できますけど、うん、競争が激しくなったりデフレになると結局転嫁できずに自腹切って納めるんですよ、うん、だからベンチャービジネス育たないのね絶対、うんうん、だそういうこともあったと思いますね。ただ輸出企業にはなんか還元があるから、そうそう、だからそれは輸出還付金があるので、それはだから既存の、輸出産業にとってはこれはすごい利益です。おいしい部分があったんですね。だから結局でかいとこを優遇し小さいとこを潰したり殺したりするための税金税制だから、うん、その時はよくても後が続かないですね。だから大きいところがそのどんな産業でも衰退していきますから、うん、衰退していけば新しいものは育たないと、まあ、IT みたいにね、うん、なんていうのかな、無から有を生むようなものはまあちょっと別ですけども、うん、そうじゃないきちんとした産業、
というのは絶対育たない制度ですね。で、元々のテーマの会見でですね、はいはい、まあ、9条からそういう話まで広がったんですが、もう一つの国家緊急権を盛り込むというですね、はい、もう一つの柱のやつも出てますが、これはナチスを思わせるようなんですね。まあ、そのあちらの受験法とかね、そうですね、人権委任法というのに限りなく近いでしょうね。ですね。国会を停止して行政権が立法権も全て握るような恐ろしい独裁状況が生まれるんではないかと、はい、だから、ナチスの時は要するにまだヒトラーはワイマール憲法の下で できたわけですよね。で、世界一民主的な憲法と言われたのに、ですよね、日本国憲法もそうですけど、ただその国、受験法があったがために、はい、でちょうど当時は、まあ、釈迦に説法ですけども、うんうん、第一次世界大戦の後の賠償金があったと、フランスへの賠償で大変だったとこに、ね、1929年の大恐慌があって、ね、ドイツ経済が地に落ちると、うん、で共産党と、ね、ナチスが伸びるという状況だったんですね。でその受験法を使って大統領が次々に大増税をかけていくわけですよね、うん、でもう国民生活がガタガタの時に、うんうん、ヒトラーみたいな威勢の犬が出てきて、うん、まあ、実際にいろんな公用も最初の頃作ったそうですけども、はい、外に敵を作ったと、うんうん、それであれよあれよとあんだった。だからまあ麻生さんがね、はい、ナチス発言っていうのがありましたけども、静かに帰ろうとね、そうだからあれはまあ彼のナチスの手口に学べでしたね、失言ではなく自民党のコンセンサスじゃないですか。本当そうですね、うん、ワイマール憲法と日本国憲法の違いはワイマール憲法の中には国家緊急権のが入ってたと、それがだからそれを利用して全権委任法ができたわけですよね。だから今は日本国憲法にはそれがないから、はい、そういう形ではできてませんから、はい、まあ、実際にはその圧倒的な、ね、数を頼りに強行採決を続けてますけども、はい、やっぱりそれでは限界があると、うん、だから欲しいんでしょうね、はい、だから緊急事態条項を新しい憲法に入れてその後に法律でそのまま作ってですね、そうそうそう適用するということなんですね。でその場合の口実がやれ災害だとかですね、はいはいはい、コロナみたいなね問題だも言われてるんですが、やっぱり一番の狙いはその戦争準備に向けての反戦運動とかですね、そういう運動取り締まりとかですね、そういうものに適用される可能性が高いのではないかというね。まあそれは当然でしょうね、うん、この間反戦デモはテロだみたいな話が ありましたね、自衛隊が新聞記者にレクチャーした資料の中にあるとか出てましたけども、はい、出てましたですね、基本的にあれはああやってまあ表沙汰になることはそうなかったわけですけども、うんうん、基本的にああいう考え方ですよね。イラク戦争反対運動の時も自衛隊の情報全体がそういう市民のね、はい、リストを作って監視官に置こうとしていたという情報も出ましたよね。ありましたし、まあそれは言い悪い別にすれば、うん、国の諜報機関なんてのはそれが仕事だし、まあ、そういうことが好きな人が集まってますよ、うん、はっきり言って変質者だと思いますけども、いやいや、というか反戦を唱えることがもう犯罪者扱いになるということですね。だからよく国民として取り締まられると、うん、そうだからよく言うんだけど、監視社会の話をしているときにね、はい、それはね斉藤さんがね後ろ暗いことばっかりやってるから恐れるんでしょうと、うん、僕は悪いことしてないから平気ですよっていう人よくいるんですよ。それはね僕も確かに後ろ暗いこといっぱいしてますよ。あんまり人に言えないようなことはね。いや、そんなことはないと思いますが、普通の普通の人として、うん、まあ、立ち読みぐらいもしたことはあるしね。あ、それぐらいはね。だけど大事なのは、うん、何がいいことで何が悪いことかっていうのを決めるのは我々自身じゃないわけですよ、うん、お上が決めんですよ、うん、こういう話の時は。そうですね。そしたらその反戦デモなんてのは平和のために正しいことをしてるつもりでやってても、うんうん、これは単なる悪なんですよ、うん、お上にしてみると ね、 そうですね、自分たちに従順でないものは犯罪行為とみなされるんですよね。だそういうことがその緊急事態条項とかになるになれば、うん、そんなレトリックとか表現の問題じゃなくて、うん、合法的になるってことですよね。本当ですよね。それに、これも5月のゴールデンウィーク明けに可決成立した経済安保推進法っていうのは、要するにあれなかなか具体的なイメージは湧きませんけども、うん、
要するに経済活動を戦時下に置くってことでしょ、うんうんうん、ってことはもうほとんどの人が何らかの経済活動に携わってるとですよ、ね、すれば、まあ要するにこう最前線での戦争と銃後の生活をつなぐ部分も戦時体制になるってことじゃないです か、うん、だかそんな時に反戦デモなんて冗談じゃないってことにもなってくる、うん、まあ経済安保法の一つの側面は冷戦時代の対共産圏輸出統制国軍と似たような部分があって、その境界線がわからないまま、だからしかも犯罪にさせられるというココムほどこう狭い話でもないですよね。もっと広いんだ。そのサプライチェーンの強化だとかね、あれだから何をもって重要物資とするかっていうのは、決まってないわけですから、あれは政省令で決めるわけだから、ってことは政府が勝手に決めていいってことですよね。あ、今からですね、うん、だとかなんか秘密特許だとかね、うんうんうん、さっきの機関インフラの、うんうん、事前審査だとか、うんうん、まあ大概のことには網がかけられるってこと、うん、で関連の法律ですでにもうできているのが土地規制法ですよね、はいはい、これの適用が、もうすぐ9月ですか、はい、始まるとも言われているんですが、これはどのように見て、うん、だからそのこれもだからその重要な建物、ね、施設基地とか原発決まってませんから、それだけいつでもどうにでも決められるわけですよね。だから今言われているのはその台湾有事の際に在日米軍が出動するとすれば、はい、すればっていうか、もう日米の2プラス2で、はい、琉球港を戦場にするってことになってるわけですから、す、ね、はい、そこは全部土地規制法の対象になりうるですよ、ね、ってことですね。一番沖縄がターゲットになってますよね、うん、だからまあその実際の戦場になってしまえばもうそんな話のよりもはるかにひどいことになるけども、うん、そこでのもちろん反戦運動はおろか、うん、誰が何をしてるかも全部監視下に置かれるってことでしょ。ですよね。もう一つ警察法の改正っていうか、ちょっとそれあんまり詳しくないんだけど、要するにサイバー警察でしたっけ、うん、そうですかね。だから国家警察の再現だっていう話、うんうん、だこれもだからその警備公安旗の北村茂っていう人が、うん、日本版 NSA の、うんうん、なんだっけ、事務局である NSS でしたっけ、国家、情報局か、はい、そこの局長になって経済班を作って、はい、うん、今でいう経済安保を進めてたわけですから、うんうんうん、こういう思想のもとに、作られていくということでしょうね。ですね。あの方は今どこかに転身を、日本テレビのね、ですよね、監査役なんですよ。メディアを握るわけですか。握るというか、だから入れた方が悪いでしょうね、それは。だからまあ大阪読売新聞が、うん、大阪府と包括的な提携を結ぶ話題になりましたけども、ね、読売日本テレビグループがいよいよ政治権力に、一体化してきたということでしょう ね。秘密法を作る委員会のトップにその読売のね、鍋角さんがなっていたという経緯もありましたけれども、はい、それからさらに一歩先に、そうですね、でまあ、どうしてもそれは読売がそれこそ進んでるんだけど、うん、まあ、オリンピックの時もね、朝前読売、日経、産経から北海道新聞あたりが全てオフィシャルパートナーとか、うん、オフィシャルサポーターのスポンサー、公式スポンサーになりましたし、うん、メディアもね、だからオリンピックの批判なんかできやしませんよね。ですよね。でそれ以前は消費税の軽減税率を受けましたし、うんうん、業界として、だこれって利害関係がね、利害関係よりも何よりも、うん、その確かに新聞っていうのは大事なものだし、はい、で僕もその活字の商売の端くれですから、うん、消費税これ以上上げられちゃ困るのは確かですよ、うんうん、だけどそれはあらゆる業種でそうなんでね、うんうん、価格に転嫁なんかできませんから、これから10から15、うん、まあ、この軍拡でもってまたどうせ増税でしょうけど、うん、20% という声さえ出てます、うん、でしょ。だからそれもう全部ちっちゃいとこ潰れるんですよ。潰れるっていうか潰すのが目的ですよ。でだから新聞がうちだけは例外にしてほしいっていう気持ちは分かりますよ。分かるけど、うん、それはね、みんなが例えばイギリスでは
あの新聞とか雑誌本ってゼロ税率なんですけど、付加価値税かかんないんですけど、それは長い歴史の中でイギリスの市民がそれを支持してこうなってるんですよ。日本は誰もそんなことを言ってないのに、業界が自民党におねだりしてそうさせていただいたわけでしょ。したらその立場どうなります？当然あのみんながね、安倍さんになったつもりで考えてみたらいいと思うんだけど、僕が安倍さんだったら、まあ、あの君たちの言うことは分からんじゃないなと、ただね分かっておろうなと、こうなりますよね。だそれが現状ですよ。メディアは完全に軍門に下ってるんですね。そうだから、まあ、読売はねそれを分かりやすく示してはくれてるけど、他が無実なわけじゃないってこと、まあ、そうした中でですね、私ども ISF は市民による独立した、メディアということでね、はい、一切の広告なしに、権力にも資本にも距離を取ってですね、はい、真実だけをですね、あの伝えようということでね、4月1日に発足しました。まあ、こういう形でね、はい、あの斉藤隆夫さんにもね、あの関わっていただきましたし、これからもですね、あのアリの一血じゃないですけれども ね、 そうですね。ただ、はい、自分も含めてやっぱりそういう立場でやろうとすると、はい、限りなく情報を取りにくくなってるんですよね。あ、そういう部分あるんでしょうね、うん、だから本当はね、その新聞記者の中で、うん、あの本当は自分のところで書けば一番いいんだけど、それができなかったら、うん、なんかどんどん流してほしいですね。まあ、そうですね、ぜひね、そういう形でもね、抵抗といいますか協力といいますかね、いや僕はいくらでも今の既存のメディアの中、テレビでも新聞でもですね、魂のある人はいくらでもおられると思うんですね。いっぱいいると思いますよ。ただなかなか身動きができない状況にね、うん、置かれつつあるということでね。だからそういう人、だから志のある人と、ただそういう、はい、まだそういう人もいるっていう間はまだしもですけど、うんうん、いずれそういう人もどんどんいなくなりますから、いや今のうちですよね。最近ウクライナ報道も受けてですね、まあ、NHK だかフジテレビか、そういう心ある人が少しずつ辞めていってるとかいうようなね、うん、あの話も聞きますけれどもね。ただそういう方が辞められると、残る人々はそのまま従順な人ばっかりになってしまいますのでね。だからね、まあその外野席としては辞めないでね、はい、頑張ってほしいんですけど。ですよね。そこが難しい。まあでも、ジレンマですね。こんなになる前にとっくの昔に辞めた人間が言えることではないそうですね、真っ先ですよね。いやだから本当にあの大手の所得を振り切ってフリーで辞めていく決心、そして単に決心だけでなく、それでですね、これまでね、あの独立して生きてこられたということを本当僕は改めてですね、敬意を表したいと思いますし、まあ、今に比べればはるかに時代が良かったですよ。まだ各場所とか各場所もいっぱいあったし、取材もしやすかった、うん、あのでまあ、こういうのもあれだけど、その政治家とか財界人でも、うん、もうちょっと幅がありましたよね。ああですね。で今は本当にまあ辞めちゃうと何もできないっていうふうにまあ思うかもしれないです ね、 ね、そんなことないんで、うん、あの一流のところには優秀な人いっぱいいますからね、はい、それに一番大きいのは、僕が最初その新聞社入って思ったのは、はい、大概の人がみんなすごいいいとこの子なんですよ。ってことはその人たちは辞めても食うに困んないじゃない。うん、親のね、そうだったら辞めればいいんじゃないかなと思う。僕はそういうのがあんまりなかったから辛かったけど、うん、その分まあ時代は良かったんですけどね。いや、ものすごく突出してあの存在感を発揮されてました。いや、僕らから見ればですよ。ただね、フリーでやっていくことの大変さというのはね。ただだからそうやってこう 上のね、上司に対するストレスだとか、うん、そういうものは基本的にないので、自分がやりたいことを失うものも大きいけど、うん、得るものもすごくあるんですよね。まあですね、それを ぜひ若いジャーナリストの方に伝えたいですよね。そうですね、はい。ま、あの今日は2回目ですけれども、はい、あのこのような形でですね、私どもの ISF も時々出ていきでいただきたいと思ってますし、はい、そういうメッセージを多くの人にね、伝えていただければと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。
今日は皆様方にご支援のお願いです。私たち ISF 独立言論フォーラムは一切の広告なしで真実探求と戦争廃絶で志を同じくする個人団体によるご寄付によって運営される市民による独立したソーシャルメディアです。ご支援をいただける方は下記口座宛てにご支援をよろしくお願いいたします。なおご支援いただいた方には IS 通信の送付、 ISF 主催の公開収録、シンポジウムへの無料参加など ISF サポーターとしての対応をさせていただきます。口座情報はゆうちょ銀行振替口座01780717344、一般社団法人独立言論フォーラムです。ホームページもぜひご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。